にちは。こんにちは。ひでまえチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。喜ばれる説教師の橋です。よろしくお願いします。お願いします。あれ、喜ばれる説教師、はい、めっちゃ長短くなりました。あれ喜ばれる営業設計士すいませんでした。まだ慣れて、はい、喜ばれる設計士やったらもうほんま建物建てる設計士になります。失礼しました、はい、よろしくお願いします。お願いします。えっとですね、前回はい、京セラの稲森さん、はい、の立派な、はい、経営者について学ぶというところで、はい、お話を伺ったんですけども、その稲森さんが作られた京セラ株式会社、うん、そのですね、ビジネスモデルについてちょっと紐解いていきたいなというふうに、思っているんですけども、僕はですね、京セラさんについてそんな知らんのですよ。まあ知らんっていうか、はい、本でペラッと読むぐらいは知ってますし、稲森さんがやられてた清和塾とかも知ってますし、はいはいはい、多分どんな会社を作られてどんな会社を再生されてとかまでは知ってるんですけど、はい、なんですか、どういう考え方を持ってとか、はいはいはい、作られた京セラさんがどういうビジネスモデルでこう、うん、ビジネスをされたかっていうところまでこう、なんですか、突っ込んだところまで知らないんですよ、うんうんそうですね、はい、なのでちょっとね、まあ林さんはその京セラさんとね、前回の動画でもお話しいただいてましたけど、はい、お取引を昔 ねおられたリース会社の時されてて、京セラさんの社員の方と接点がめちゃくちゃ多かったんで、うん、いろんなお話聞かれてたと思うんですけど、はい、まあ、その時にこう聞かれたお話の内容とか、もちろんこう取引されようと思ってもめちゃくちゃ勉強したと言ってありましたけど、うん、その京セラさんについてこう、いろいろね、掘り下げてこう、うん、いろいろこう調べられたりとかした中でこう感じられたその京セラさんのビジネスモデルって、ビジネスモデル、はい、そこをちょっとね、はい、僕らにも教えていただけたらなと思うんです。まあ当然内部の人間じゃないんで、はい、むちゃくちゃ、ああそれはそうです、頭であれですけど、はい、なんかまあ大まかを教えてもらったり自分で調べたりとかでいくとね、はいはい、まあ、基本的に京セラさんってよく言われるんですけど、時間あたりなんぼやねん、はいはいはい、されるわけ、時間帯効果ってやつですかね、うん、はい、で時間あたりなんぼやねんっていうのは要は1時間あたりなんぼの利益やっていう考え方なんですけど、うんうん、はいはい、売り上げじゃないですね、利益なんですよね、そうです、はい、あくまでそこです、はいはいはい、で、京セラの場合俗に言うあらりっていうと、はい、売価が売り値があって、うんうんうん、仕入れがあって、はい、それの差し引きがあらり、はい、これは売上総利益って呼ばれるものなんですけど、うんうん、この中、これを単純に重要視するんじゃなくて、この中に今度仕入れがあって経費、あ、いろんな経費がね、人件費とか、はいはい、まあ、家賃とかいっぱいありますよね、うんうん、あれを入れてそれで残ったお金を社員の総労働時間で割る、はいはい、と時間あたりって言って、うん、ここを非常に気にするというような、うんうん、考え方が浸透してますね。なんですぐ時間あたりなんもな、はい、でこの時間あたりを良くしていこうと思ったら何かって言ったら、売上を上げていくか、はい、仕入れを絞っていくか、はい、コストのどこを下げたらここが上がるかっていうことがもう分かってるんで、うんうん、ここを達成するためにその通りやっていかれます、はいはいはい、家賃やったらごとん追求していったり、はいはい、ここで負けてたり何パーセント、うん、何パーセント下げられるっていう細かい分野、うん、それをパートのおばちゃんから、はい、当然京セラの正社員の、まあ、幹部まで全員できるというのが彼らの自慢でしたね、はい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 、なるほどなるほど。いや、そのまあね、経営幹部とかは分かるんですけど、うん、その末端の一般社員っていうんですか、うん、まあまあ、言ったら僕稲森さんと直接顔合わせたと一度もないですみたいな人まで、そうですね、その考え方が浸透、まあ、浸透されたんですよね。下請けの工場も皆です。うーん、取引先ね、部品京セラに部品納入してるなんも、はい、全部京セラの人がバーッと行って、うん、もう改革していくわけです、はいはい、下請けを。なるほど。お前ら時間あたりなんぼやねんとか、
まあまあ僕に僕らはチャージチャージって言うんですけど、はい、それいくらなんいくらなんやいうのを京セラ流に変えてって、うん、ここに人件費も全部放り込んでいかないかいみたいな感じで、はいはい、でなんぼやなんぼやと、うん、で当然ですね仕入れが彼らはあ大量せ仕入れできないんですよ、はい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 人工場にしたらちっちゃいですよ京セラの何千分の1とか何万分の1のちっちゃな会社ですから当然仕入れるのは能力ないですよね、うん、だからね材料支給とかね、はいはいはい、あとね下手したら機械も支給するんですよ京セラが、だからお前らは人だけでええと、はい、だからそれの管理をしなさいみたいなのを下請けするっていうこともあったりとかね、はいはい、徹底してましたね、うんでそういう工場僕らは当然京セラさん行ったらこの京セラさんの下請けを京セラさんから紹介してもらって京セラさんからの紹介でいいって言ったら絶対断らないんでリース行くのにね、はいはいはい、言ってましたけど考え方はみんな一緒やなっていうのはそこで分かったなと徹底してんなそれはやっぱりあの商品としてこう販売した時に他社に比べて価格優位性が出るようになったりとかまあ、ね、お客様のことを考えて、うん、っていうのがまあ大前提としてあってそこに向けて、まあ、あの社員みながそのコスト意識をしっかり持って、うん、であのやっていこうっていう考え方なんですね。そうですね。で面白いですけど、うん、社内の部署あるじゃないですか、はいはいはい、部署同士もこれ売り上げ立てたりするんですよ。ああなるほど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 、まあ、社内に発注した方が安いか、うん、そうそうそう、まあ、安いだけじゃなくてもちろんクオリティとかもそうですけどクオリティが、まあ、ちゃんと安定してていいものを作って安いか、うん、社外に発注した方が、うんいいものを作って安いかっていうのをまあ見比べるみたいなもあるし、あと社内同士で取引の場合もお互いアメーバーで、ああなるほどなるほど、部自体で、はいはいはい、これがもう一個の会社として存続してるような、だからまさしくアメーバーみたいな、なるほどなるほど、だあの考え方を持っていったら会社がすぐ黒字化するのは分かりますよね。なるほど、部門ごとでしっかりと利益を出していかなあかんっていう考え方を持って、もうまるまるそうですね。素晴らしい。で、あと基本的にあのフィロソフィーの考え方で、うん、考え方かける掛け算なんですよ。全て考え方が、うん、足し算じゃなくて掛け算で考えろ、はいはい、だから考え方かける熱意かける能力っていう考え方をしゃるんですけど、はいはい、能力だけが100あっても熱意と考え方が10やったら全然低いと、はいはい、だけど熱意とか考え方が高くて能力が低くてもそれだけ点数はかけたら違うやろと、うんうん、だからやっぱり大事、はい、いやみんな大事やけどやっぱり熱意と考え方大事なんやと、うん、っていうのを非常におっしゃってましたね。なるほどなるほど。だから、パッションパッションってよく、はいはい、あの言うてはりましたけど ね、 なるほどね。そのパッションっていうのがねやっぱり維持するのが大変ですよね。一時的に温度高くなって ね、 そうですね、やる気に満ち溢れてみたいなことあってもなんかこう何かでこうつまずくとこううん、ああみたいな感じにね、うん、なっていくことってありますもんね。でね余談ですけど京田さんの制服ってあれ森花江さんがデザインしてるんですね、はいはいはい、うん、一流デザイナーですよ、うん、世界がね、なんかねダサいところが なんで森花江になったかちょっと分かんないですけど、はいはいはい、制服がなんかお花とかあれ昔ジャルとかのエプロンとかあんなもん森花江さんちゃうごめんなさいこれ間違っとったらごめんなさいなんですけどよくね桂由美さん系と、はいはい、勝谷さんってウェディングドレスとかね、はいはい、と森花江さんがあって、うん、京都さんは確か森花江さ ん、 うんあのよく言ってました。このあの最初から稲森さんの創業期からいる人たちが僕が営業の時まで残ってらっしゃったんで、はいはい、あの幹部クラスでね、はい、その人らが途中からこれは森花江ちゃんだっていう、まあ、わしらしっくりこうへんわとか言ってましおっちゃんには似合わんかもしれないですね。似合わんな言うて、はい、言うてはった記憶があったりとかありましたけど、まあそういうね斬新なこともされますし、はいはいはい、もう要はあの町づくりの町じゃものづくりの町工場からこう、うん、そうですね、ね、あの次のフェーズにステップアップしていくっていうのをこう、ね、意識させるためにもあったんだやったかもしれないですね。で社長はもう40代、はいはい、の社長って決まってますし、うん、で50代になったらもう皆さん随時譲っていかはる、ああなるほどなるほど、ね、なんかそういうになったりとか、まあ、要は柔軟でこう、うん、体力もあってもうガンガン動けるような人たちが常にこう、そうですね、トップにおるみたいな感じなんですかね、うん、なんかだから非常にね、まあ、ある意味ベンチャーの完成形とかでは言わないですけど、うん、まあ一応ベンチャーですからね、うん、もっとすごいなと思います。
だから皆さんもあの時間あたりなんぼって考え方は面白いと思います。何がすごいかって、あらりん中にもう人件費も入れちゃってるってことなんで、はいはいはい、だから逆に言うと京セラさんもなかなかね、松下さんのを尊敬してらっしゃいますから、リストラをそうしないと、うんうんうん、当たり前ですよね、まあ、会社を支えるのは人やという、売上の中に逆算方式ですから、そういうのを入れてった中に、の積み重ねプラス利益があって、売上あそうですね、売上っていうか売価を決めてありますから、この価格で売ってたら人を切らんで済むんやと、はいはいはい、あらりん中だったらさらに、うん、あらりん中からさらに人件費引いていくことなので、ね、ちょっと考え方が違うかなっていうのはね、うん、僕らは思いましたね、うんうん、それは非常に素晴らしいじゃないですか。あとは情熱、パッションパッションっていうことありましたね、はいはいはい、情熱持ち続けてやるっていうのは本当大変ですけどね、うん、まあ、それが稲森さんの考え方浸透してるから、うん、ちょっとでもこう心折れそうな情熱がこう温度が下がってきたら、こう周りの人がそうね、まあ盛り上げていくというか、情熱持ってやろうぜみたいな、あるんでしょうね、社内の風土なんでしょうね。まあね、強制のコミュニケーションで言ったかな、はいはいはい、なんかそれがごめんなさい、忘れましたけど、コンサル、そのはい、社員をこう、まあ、メバケのそれを放り込むコンサルティング会社もグループ会社にあると思います、うんうん、ああなるほどなるほどなるほど、だからもうそれもアメーバの一環ですよね、さっきのテーマの延長線上でどん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 会社を増やしていくんだっていう、だから僕らの時はちょっと京セラってまだ僕が就職する時はちっちゃくて、はい、京都セラミック言ってたと思うんですけど、はい、大丈夫かとか、何やこの会社とか言ってたぐらいの会社だったんですけど、はい、まあ、今やったらね、もし入れるもんなら入ったら面白いかもわかんないですね。そうやってどん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 ベンチャー的に会社で会社作っていけるっていうのは面白いし、稲森さんのそれが、息づいてる会社だと思います、ね、はいはい、なるほどね。まあ本当にああいう人がね、日本の総理大臣ぐらいになってくれたらいいんですけどねえ、ですけどまあまあちょっとね、もうご高齢になるっていうのは ね、うん、ね、今から多分政治の世界とかっていうのはもちろんないでしょうけどね、まあ本当ね、確かにね、そういうのは思いますよね、はいはい、だから皆さんももう幹部連中っていうのはほぼ僕の時はもう遊んではりました。もう部下が全部仕事できるんで、数字の管理だけしたらいい。なるほどなるほど、まあ遊んでるっていうのはほんまに遊んでるっていうんじゃなくて、うん、数字見んのが仕事。ああなるほどなるほどなるほど、なるほどね。だからもう現場入って自分が走り回って何んじゃなくて、うん、いかにこう悪いとこボトルネックがあったらこれちゃうぞって言って、はいはい、直させていって、うん、彼らにやって管理というかね、うんうん、オペレーションしっかりできている人たちが管理職に、その名の通りの管理職になったので素晴らしい。で、経営層はまたその次のそうですね、テーマビジネスのテーマをこう決めて、うんうん、それを生み出すべく動いてらっしゃったりとか、ね、そうですね、うん、僕の時はほんまにまだ20年前だしソーラーを一生懸命やっておりました。ほう、今こんなになるとは思わなかったでしょうね、はいはい、太陽電池をね、やっておりました。懐かしいですけど。なるほど、はい、っていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。また機会あったら、こういう取引先、はい、まあね、余談ですけど一つ面白いのは日本電産ってあるじゃないですか。あ、日本電産ね、はいはい、まあ社長重森さんかな、長森さんか、はい、そうだよね、え、長し重長さんちゃう忘れた、有名な、ね、はいはい、あの社長って京セラをすごいライバル視してる。あ、そうですよね、なんか本社ビルの高さも京セラの本社ビルよりちょっとだけ高くして4メーターだけ高かった。ああ、なるほどね。これで、まるまるアメバ経営なんですよ。はいはいはい、京セラフィロソフィーの、はい、もう日本電産フィロソフィーみたいになってるし、はいはい、でもあくまでやったらすごいですよね、はいはい、もうっていうのは余談でした、はいはい、すいません、いえいえいえ、あ、ちなみに社長の名前しました、長森さん、あ、長森さん、はい、長森さんです。永遠の A にあれですね、守るですよね、うがんもりのね、はい、失礼いたしました。長森さんもうね、社長ご退任されてね、あの人も偉大な方ですよ。いやいやいや、すごい経営者と思いますよ。失礼いたしました。いや、すいません、長森さん、もう見られることはないかもしれないです、この動画。ただ嫁たたかいのはちょっとな。いや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 、でもね、素晴らしいですよ、やっぱりこうね、ベンチマークするのがやっぱりこう、しかも屋上から京セラの一応ビルを見下ろせるっていうことらしいです。いやいや、やっぱりこうね、京セラを超えてやろうという。で、実際でもね、もうまあ京都を代表するというよりも、もう、はい、日本を代表するこう、なんですか、グローバルカンパニーですからね、両方とも素晴らしい、
やそれすごいですよ。もう京都発祥、いや京都の会社、ね、発祥の会社ね、ああいうテクノロジー系すごい会社多いですよね、うん、いや本当すごいですよ。まあ機会あったら他にもね、ほんとですね。あ、まあね、林さんなんかこう、はい、ね、オムロンさんとかもね、うん、お付き合いあったでしょうしね、はい、まあ、任天堂とか島津製作所とか、あ、島津もあるんですね。そうですね、今日ほんますごい会社多いですよね。まあその辺もまたおいおい話します、はい、じゃあまた会いましょう。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。